台湾北東部の宜蘭県と東部の花蓮県を結ぶ台九線の一部である蘇嘉公路の山間部区間改善計画の最後のトンネルが13日に貫通しました。貫通式を主催した蔡英文総統は、全線開通の目標にさらに一歩近づいたと喜ぶとともに、東部の住民のために安全に帰れる道路を建設し、地域の発展を促すよう期待を寄せました。長さ 38.8km の台九線蘇嘉公路山間部区間改善計画では、トンネルの工事が3分の2を占めており、全部で8つのトンネルがあります。和人から大清水までの神水トンネルはこの工事における8つ目のトンネルで、最後に貫通したトンネルでもあります。神水トンネルの貫通式で挨拶した蔡総統は、神水トンネルの貫通により全線開通にさらに一歩近づいた。この区間の改善工事の完成には2つの意義がある。一つは東部の住民が安全に家に帰れる道を建設し、地域の発展を促すこと。二つ目は台湾の道路工事の模範となり、施工のために新たな1ページを開いたこと。工事中、生態系の保護、遺跡の保存も同時進行しているからだと説明しました。交通部の呉弘博部長によりますと、蘇嘉公路改善計画の工事が3段階に分けて進められています。2020年をめどに開通するという目標に向けて努力しているということです。タロコ国家公園内にある神水トンネルの新たな建設工事の長さはおよそ 3.5km、 トンネルの長さは 2.9km、 断面は高さ 13m、幅 17.5m、 台湾全域で最も断面が大きい道路トンネルとなります。